ちょ、ねえねえ、ケンタロウ？俺さ、最近ちょっと思うんだけどさ、すぐ怒るくせ直した方がいいよ。すぐ怒る？うん。こんな俺優しいのにさ、今まで人生で一度も怒ったことないよ。ちょ、いやいや、だってさ、いつも自分からドッキリ仕掛けてきてるのにさ、ちょっとやり返されただけでめっちゃクソ切れて襲ってくるじゃん。いや、あ、パッて、怒ってる？ちょっと、いや、怒ってないけど、怒ってないけど、は怒ってないけど、普通に何勝ってこいよ、何。怖い、あれ、学校の友達とかにもやってたら嫌われるよ、そんなすぐ怒ってたら。だって学校の友達は俺にヤバすぎるドッキリなんか信じてこないもん。おお、俺がヤバい。お兄ちゃんのせいだろ。え、謝れよ。なんでだよ。怒ってるじゃん、ほら、そういうのだよ。え、じゃあ何、お兄ちゃんもさ、一回も怒ったことがないっていうの。そんなさ、人生で一度も怒ったことがないような仏のような人間だって、そう言いたいんだな。そうなんだよ。1回ぐらい怒ったことはあるけど、まあなんか本気で人生で怒ったのゼロじゃない？怒った回数ゼロな気がする。この動画とかでは怒ったりしてるけど、たまに。じゃあお兄ちゃんは何をしても怒らない仏な人間ってことだな。まあ、言ったらそうだな。約束だからな。約束今の覚えてるからな。もう絶対に何をしても怒らないって。ないうん、怒らないよ。何しても別に怒ってないよ。じゃあ絶対に怒らない兄 VS 嫌な予告がするんだけど、絶対に怒らせる弟で。ちょい、なんか嫌な予感すると思ったら、おい、待てふざけんな。言っちゃった。どうも、一度でも怒ったことがある人は高評価、キャナスイレーキャナ太郎です。ってことで、さっきの動画見てもらった通りなんですけど、お兄ちゃんがなんか今後一切何をされても怒らないって宣言し始めました。いや、そんなことね、人間には絶対にできないと思うんです。みんな一回も怒ったことあるでしょ。だから今回は絶対に怒らないっていうお兄ちゃんをわざと怒らせてやろうと思います。ということで、本日の企画は、絶対に怒らない人を無理やり怒らせるドッキリー。ってことで、今からね、お兄ちゃんに、まあ、ちょっとお兄ちゃんが嫌がりそうないたずらとかドッキリをやりまくって、なんとしてもお兄ちゃんを怒らせようと思います。まあ、あの優しいお兄ちゃんでもさすがに一回は怒るだろうって思う人はチャンネル登録と高評価、通知オンお願いします。あと、コメントに最近怒ったことをコメントに書いてください、お願いします。ってことで、怒らせチャレンジ、レッツゴー。 LINE スタンプ絶賛発売中、みんな買うんだぞ。よし、早速、お兄ちゃんを怒らせれそうなものを片っ端から用意しようと思います。まず、ダイヤモンドの剣でしょ？ TNT もあったらどうせ嫌でしょ？いきなり家に車で乗り込んだら怒るだろうから、ちょっと車も持って。よし、これで行ってみよう。よし、行きます。よいしょ。わーっ！あ？なんかうるさいぞ。あー！ちょ、おー！お前、ふざけ！お前ふざけんなよ、俺のお家で。おい、気持ち悪い。待って、ふざけんなよ、いや、え、何？今日お兄ちゃんと戦いに来たんだよ。何戦いに来たって？何その格好？何その格好って、ポケモンマスター。ダサ。似合ってるでしょ、俺黄色だからね、ピカチュウ似合うんだよね。そして見て、このモンスター。勝ってた？いや、これ何？怒ったらダメなの俺？説明するね。はい、今から制限時間は1時間、俺が何をしてもお兄ちゃんは絶対に怒っちゃいけない。いい？分かったけど、それ俺が勝ったらなんか得すんの？何でも一つ言うことを聞いてあげる。おお、マジで？じゃあチャレンジ1時間、よーい、スタート。スタート。はい、まず来るぞー。痛い。怒ってる。いや、全然もう気持ちいいっす、ケンタロウさん。邪魔しないで、俺せっかく集めた今フィギュア並べてたのに。お兄ちゃん、何なんそれ？ピカチュウ何これ、かぶり物だって。似合ってるよ。普通に似合ってるだろ。目腐ってんのか。それ怒ってるから、そういうの。いや、これ怒ってないよ俺。これ何？これ右からうんこ、お前全部うんこやな。うんこ、パンツ、ゴリラ、これ。怒ってる。じゃあ深呼吸してね、深呼吸して心を落ち着かせてたの。
なんで心は噛んでもダメだからね。噛んでもダメなのこのルール。噛んでるのは怒ってる証拠だよ。なんでだよ。深呼吸して心をリラックスさせてたんだよ。落ち着かせてたの。まあお兄ちゃん紹介してよ。あ、こいつら。これ何、うん、これがノーマルのゾンビくん、ピグリンくん、村人ゾンビくん、トライ、なんだったっけな、うん、名前忘れちゃった、どう忘れちゃった、シークレットなんで、この2つ。これめっちゃ大事にしてるんだよね、だから。回収しよう。キャタロイ、なんか最装だから。よいしょ。ほら。おい。おい。返せ。おい、返せ。ない。なくなった。ない。持ってるだろ、おい、返せ。あれ、怒ってんの？怒ってないって。じゃあ別になくなってもいいよね。これも、こいつも、はい、バイバーイ。まあまあまあ、じゃあ返してくれるんなら、どうせ返してくれるんでしょ、後で。はい、返さないよ。まあ、全部捨てたの。前捨ててる。あー、怒ってる。あ、ごめんごめん。え、ないない。怖いって、そんなスースーしないでよ。怒ってないよ。怒ってないよ。まあまあ怒ってないですよ。だってただ空気吸ってただけだもん、思いっきり。なんか他にお兄ちゃん怒らせられそうなもんないかな。何してんだよ、もうやめよう。もう神棚やめてね。神棚、これ神聖なやつだから。これ商売繁盛、商売繁盛の神が入ってんの。 YouTube チャンネルが伸びなくなるよ。怒ってるのと一緒だよ。いやいやいや、違う、怒ってない、怒ってない。なんでこれ怒ってるって言われるの。お兄ちゃん、じゃあこれ見て、モリたちの家に。いや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 、おー、ラッキーラッキー。あ、逆にラッキーだわ。あ、めっちゃおしゃれになったやん。やばい、お兄ちゃん、ちがプールになった、凶暴に。めっちゃいいわ。うわ、逆にめっちゃいいわ。え、そのスーもなし。いやいや、ありがとう、キャタロウ。うわ、マジかよ。こんなかっこいいプレゼントしてくれなんてね、本当にありがとう。ん、全然怒んないな。なかなかやるな、こんだけやって怒らないって。なかなか全然怒ってないよ。全然怒ってないよ。全然怒ってないって。うわ、バーカ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 。待て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 、お前すぐ怒るやん。俺と違ってすぐ切れるやん。いや、ちょ、それ怒ってるやん。怒ってない。嘘だろ。俺を見習わないと、ちょっと。すぐ怒っちゃうとモテないぞ。俺なんか全然怒ってないでしょ、今。まだ時間あるからな。じゃ、待ってろ。大の作戦で怒らせてやろう。怒らせてみろよ。何してんだ、あいつも。最悪だよ。見てください、この家。今回そういうネタだから怒ってないけども、意味わかんない。もう俺の家が。はい、ということで皆さん30分ぐらいやってみたんですけど、おじいちゃんが怒りません。怒らせたいのに。じゃあちょっと作戦を変更してね。見てください、このかっこいいスナイパー。お兄ちゃんを殺しまくって怒らせるっていう作戦に切り替えたいと思います。とりあえずお兄ちゃんをサバイバル行こうって誘って、サバイバルの場所でこのスナイパーとか落とし穴を持ってきたから、これを使ってね、お兄ちゃんを倒していきたいと。あ、いる？あ、お兄ちゃん、おい。もうびっくりした。おい。あ、ないないない。よいしょ。サバイバル行こうぜ。うん。ああ、これあれ、募集。ちょ、募集じゃないよ。ケンヤ太郎がなんかしてくるかなって思って用意してたんだよね。なかなかやるな。なかなかやるなって。まあいいよ、何？行こうぜ。ちょっとサバイバルしよう。木集めたりしたいから。はいはいはい、これは脱いでいくか。じゃあよいしょ。こっちこっち。はいはいはい。とりあえず俺木借りたいから、さ、手伝ってよ。いいよいいよ。ちょっといろいろ木買って。うん。皆さん、今のうち俺はここに落とし穴を作ります。ちょ。いや、まずちょっとこのスナイパーでお兄ちゃんのことを撃ち抜くから。くぐれてあれ、痛い、止まってる。撃つよ、撃ちます。やった。えお兄ちゃん、わあ、見た？誰が今の？あっちの、あっちの丘の上からなんか誰か覗いてた。作業台作ろうとしたら撃たれたんだけど。やばい。もうめんどくさい。誰だよ。絶対誰か俺を怒らせようとしてきてるだろう。もう一回行きます。痛くないよ、全然。怒った？お兄ちゃん。怒ってないよ。一体誰がこんなことやったんだよ。一体誰がやるんだよな、スナイパー撃た。一体誰が、おーおー、誰がやったんだよ。今スナイパー持ってたよね。兄ちゃんを痛めつける。今スナイパー持ってたよね。まあ怒らないけど別に。キャンタ、なるほどね、そんなことするんだ。
怒ってないよ。怒ったらよ、怒れよ。スナイパー作戦は失敗だ。やっぱり落とし穴作戦で怒らせると思います。落とし穴ここにこうやって作って、でこの上にこれを置いて、よし、あとはどうやってここにお兄ちゃんを連れてくるかだな。あ、そうだ、お兄ちゃんにこの辺にスナイパー落としたって言って、お兄ちゃんがこの武器を使って俺を殺そうとするために取りに来るだろうから、そうなったところをお兄ちゃん落とし穴にはめる。完璧だこの作戦、一番イライラするだろう。お兄ちゃん、なに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 、俺どっかにスナイパー落としちゃった。お前だよね、スナイパー倒せないや。あ、スナイパーあんじゃん。倒せないや、このままじゃお兄ちゃんの取ったよスナイパー。ケアタどこ、スナイパーゲットしたよ。スナイパー、あ、いるじゃんいるじゃん、ケアタロスナイパー、はい。なになに、あれ、ああ落としやら、落としやら、落としやらにハマったよ、落としやらにハマったよ。ほらお前も来い、お兄ちゃん来ない、クリエイティブだもん。おい嘘だろ、こざしてみろよ。いいよもうこうやって出ればいいから、ほい。お兄ちゃんなのに落としやらにハマるなんて、だった、お兄ちゃんなのに。いいよいいよ、そうやって怒らせようとしても全然俺怒らない。ほらほら、負けするぞ、負けするぞ、やばい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 、やば、何これすごっ、はい、無理だって、そうやって頑張って怒らせようとしても、俺だってもこれ持ってるし。お兄ちゃん、コメントでお兄ちゃんは脇が臭そうって書かれてたよ。誰だそいつ。ここら辺りあるよな、見てるみんな、カイズのやついたよな。嘘だろ、そんなん言われてんの俺。怒ってないな、怒ってん、うん、怒ってない、全然怒んないじゃん。それちなみに本当、俺を怒らすために言ってんの？え、ちなみに本当？おー、ガチかよ。ふざけ！あ、ちゃ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 。あ、え、怒った？いやいやいや。こうなったら最終作戦に行くか。ちゃんと首洗って待ってろー。なんだよ。ちょちょちょ、ケンアトロどこ？あ、え？ケンアトロ？もしかして？待って、あいつ。あ、いた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 、お前。戻っていたか。うちに TNT や。はははじゃない。何それ？うるせえ！動くな？完全に君の家は人質に取ったぞ、俺が。ちょ、どうなってるの？壊しても無駄だよ。壊してももうどうこうできないぐらいの量の TNT を置いてるから。おい、大きすぎだろ、これは。まあ、さすがのね、怒んないお兄ちゃんも、自分の命と同じぐらい大事だね。いえ、しかもこの中にはたくさんのダイヤモンドとかも入ってるんだろう、と思って。いいよ、いいよ。やればいいじゃん。やればいいじゃん、やればいいじゃん、やればいいじゃん。なんで全然全然全然、おお気持ちいい、爆発、大爆発、マジで気持ちいい、おっこれおっこれ、最高だったな見てて。え、なんで怒んないの？どうしたん？いやいや見てて楽しいじゃん。やっぱ俺が一番怒ると思ったのに。やっぱ家が爆発する姿見るのが一番楽しいわ。どういう家庭で育ったらこんな人が生まれるんだ。はい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 、もういい、ケアタロウ、どういうこと、どういうこと、なんで、いやー待って時間ない、もうあれだよ、時間も終わる。ちなみにケアタロウ、何タイムアップ、なんで怒んなかったんだよ、タイムアップ、家は、え、ダイヤモンドとかなくなったのになんで怒んないの。いやー、これはね理由があってね、ケナ太郎がね絶対この企画やるときなんか家最後爆発してくるだろうなって思ってたから、はい、移しときました、コマンドで移しときました、こっちに、こっちが本当の僕の家です。なんでさっきのはもう破壊してもいい家だったからね、全然怒ってないよ俺は。騙された、ふえー、はい、じゃあもうタイムアップなんで、ケナ太郎これ攻守交代あるよね、俺が怒らせる側で、ケナ太郎が我慢する側、怒らない側。別にいいよ、俺はお兄ちゃんに1時間何やるでも怒らないよ。じゃあサバイバルにして。はい、サバイバル、よし、いや、いや、怒らないよね、どこ行くの、そんなんじゃ怒らないよね、怒らないよ、別、全然怒んないよね、よいしょ、ここ痛い、痛い、おい、あ、怒ってる、いや、怒ってないよ、ちょっと何するつもり、何するつもり、何が、ちょっと、じゃあ、よし、え、俺んち行こうとしてる、まあ、これぐらいしないとな、待って、俺が負けていいから、俺が負けていいから、よし、怒らないよね。何が出てきた？何が出てきた？おい！どっかーん！キャット出てきた？めっちゃ怒ってるやん！めっちゃ、めっちゃ怒ってるやん！はい、けなせいの勝ちでーす。皆さん面白いと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。バイバーイ。待って。